第1話プロローグ。なんか BGM が早速不穏だけど。あ、え、あ、あ、だ、誰？ちょっと待って。急に来るじゃん。え、かわいい。え、血だ。なんだっけ、ミダマ一座だっけ。あ、ちょっと待って。もう一回名前確認しよう。失礼しました。スダマ一座だった。間違えた。てか、ここの隙間ってどうなってる？まあ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 。新た。ネームとか。お、表情サブもちゃんとある。タヌキっぽい感じはするけど、どうなんだ。お、マグサ？リーダー後ろっす。お、やっぱ隙間空いてるな、ここ。どんな問題？かわいい。リーダーすごい、これならダメなパターンか。スパッツか。おー、ちょっと待って。君、立ち絵も変わったの？ここの顔グラ変わってるっていうのは知ってたけど。あ、へえ、あ、でもやっぱり右腕は見せてくれないんだ。そうなんだ。ヘイローもしっかり夜だから見えるね。なるほどね。やっぱセーラー服っぽい感じか。そうだね、須田舞一座。はい。私らは何も、何も？さっきまでいろんな人に迷惑かけてた。失礼な言いがかりだ。私らはリーダーの偉大なる計画のために動いていただけだ。ああ、リーダーなんだ、あの子が。新た、計画を聞いたら驚きすぎて腰を抜かしても知らないかんな。かんな、ん、ラグさ、表情いいな。そこまで持ち上げると困るんだけど、来週のお祭り前に好き勝手暴れる計画を始めようと。まあみんなが乗り気じゃないならやめようと思ってたというか。可愛い部下たちじゃん。邪魔なんかさせねっすよ。久しぶりに帰ってきたけど、やっぱりあれ、山から降りてきたというか、相変わらず。でも私の目に入ったからには、これ以上思い通りにはさせない。他の百花繚乱委員会のメンバーはどうしてんだろうね。まあ、これが今回の本題か。私の邪魔をするあんたは何者なんだ。ん？あの水色の羽織。あ、やっぱりあいつ百花繚乱っすよ。何？百花繚乱ってことは？違う、違う。またコスプレ。あ、ちょっと待って。かわいすぎないか？かわいすぎないか？あなたたちの想像とは違う？これは、やっぱりコスプレ。なんでそんなに隠すんだろう。あれを返しに来た以上。あ、 PV でもあったね、このシーン。私はもう百花繚乱ではないのだから。返す。おお、いつもの風景。いつも通りの仕事。はい。あれを返しに来た以上。あれ、誰からだ？ニアからか？はい、シャレです。あ、やっぱりご無沙汰してますね。君、そろそろガチャに来てもいいんじゃないかな。いかがお過ごしでしょうか。事務作業、いつも通りやってたとこだけど。デスクに広げられている書類はどれも、各自治区の被害状況や支援予算の運用指針など、直近の出来事に関連しているものだった。うん。ああ、百
月夜行からもお送りしたあれ、いろいろありましたからね。ああ、なるほどね。それはそうと、一体どうしたの？うん、先生は相変わらずお忙しそうに働かれてるみたいですし、そんな仕事三昧の先生のために私も何かお役に立てないかと思い少し考えてみたのです。大丈夫かな？お気遣いありがとうでいいのかな？お、あ、お祭りに誘われる感じか。うんうんうん、たまには息抜きするのも大事ですし、気分転換がてら楽しんでいただけたらなと思いまして。まあ絶対裏があるのは分かってる。それにこちらの近況もお伝えしておきたいですし、ちょっぴり個人的なお願いもあると言いますか。個人的な、知性、知性にゃん、にゃんか、いいな。あ、知性にゃーにゃー、かわいい。行くしかないじゃないか、そう言われたら。先生、百鬼夜行。お、ちょっと真面目っぽい雰囲気か。そっか、クズの葉、色彩によって反転したものを元に戻す方法など存在せぬ。あの時以来というか、先生はまだ会ったことないか。それは死者が生き返らないと同様に、この世界の絶対的なルールである。だがそれでも助けたい者がいると申すのなら、クズの葉も、いや、まあまあ色彩に出会ったりする。どうなんだ。しかしすごい格好だな。そうだね、言われてたね、訪ねてくりゃれ。もしかしたら彼女の手がかりを得られるかも。白子テラーの方も今何してんだろうね。第2話、思いがけない出会い。なぜか戦闘があるらしいけど、いつもとなんだか雰囲気が違うような。百鬼夜行連合学院の自治区に到着すると、街中を彩る提灯が目に入った。ん？あ、みどもは見たんですの。この口調、一人称。ん？おお、早速出てくるか。チンピラ怖。こっちが財布を取った証拠でも。証拠はありません。ですが、身共は本当に。ああ、住民。お祭りの準備で忙しいだろうに気を使ってしまってすまないの。これ、漁村で出会った NPC に似てるね。なくした。なるほどね。明らかに怪しいわけだ。言いがかりつけたんだから謝るくらいしたらどうだ。おお、チンピラらしいね。ここまで俺らに突っかかってきたんだからな。なるほど。お、やはり見て見ぬふりはできません。正義に熱い女ってわけか。やっぱりこのお方がいいとおっしゃっても、お天道様は見ていますのよ。ジャッジメントですの。やん、なんだよ、やんのか。痛い目を見なきゃわかんねえようだな。ああ、先生。何かトラブルですかね。これ以上邪魔しようってんなら、あ、隙あり。意外と、やるね。おお。あったね。なるほどね。そうかそうか、ここで戦闘になるって感じかな。お前ら来い。あれ、ちょっと待って、お呼びではない。あー、結構いる。あー、いっぱいいる。あら、騒ぎが大きくなる前に黙らせてやる。
結構やっぱり正義に熱い感じか。あなた様手伝うよ。おお。百花繚乱のエピートたる身どもゆかりが参りますわ。かわいい。エリート。え、何この犬。ああ、かわいい。次へ参りましょう。ちょっと待って、この背景お祭りか。そうか。あれ、こんなに背景で NPC 動いてたっけ。え、かわいい。ちょっと待って、ゆっくり見たい。ゆっくり見よう。お面。はいはいはい、よいよ。スキル使ってみるか、そろそろ。身どもの決意を込めて。すごいなこれ。おー、次へ参りましょう。え、この腰振りワンちゃんがかわいい。へー、もう一発。身どもの真心を込めて。優美だな。ちょっと可愛すぎる。これは完璧なビクトリーです。ちょデスノ。あ、ごめん、こっちに注目してしまった。この犬可愛すぎ、やだ。いいな。お、さてゆかりと出会ったところで、シャーレの先生だったとは。さすがのチンピラ桃屋知ってるか。ああ、人も一発か。はいはい、儲けようと言ってたのはお前だろ。なんかあれだね、みんな責任を逃れるタイプが多いね。うん、どうもどうも。かわいい。おー、目輝かせてる。さっきのは一体何ですの？とってもすごかった。そんなに？一つ一つの指示が的確で、呼吸がぴったりと合うような感覚。まるで幼い頃、共に過ごした愛犬。あ、先生やっぱり犬なんだ。さっきにも言われたよね、犬っぽいって。もしや、あなた様は遠い昔に生き別れになってしまった幼馴染。おー、なるほどね、妄想癖が強いってわけだ。愛犬でも幼馴染ではないと思うけど。あら、そうなんでございますの。すごくがっかりしてるみたいだ。いやはや、お嬢さんの動きも素晴らしかった。やっぱ百花繚乱っていうのはわかるんだ。確か、はい。そんなわけないか。解散令とやらで謹慎中だと聞いとる。解散令、いえ、それは語弊があると申しますか。今確認しているところと言いますか。身どもがここにいると知られたら逃げてきたのが、逃げてきた、バレてしまう。やっぱりここは何も言わない方が。まあ事情がある。そうだね。まあ詳しいことは分からんが。助かってお二人さん、ありがとう。てっきりどこかで落としたのかと思っていたから。もしお困りでしたらいつでも身どもが力になりますの。住民は感謝の言葉を残して帰っていった。改めて、はい。ペペン。身どもは蚊で？あー、なるほどね。そっちの方はまだ言えない感じか。家柄的にって感じかな。困ってる生徒を助けるのは当然。もちろん。人助けを当然のように行い、その上誇ろうとすらしないなんて。はっ。それは身ども、レンゲ先輩？
百花繚乱の誰かか。そういった行為は巧妙な罠なのだと。あれ、そっち。初めは心優しい方だったのに、後になって俺だよ俺と言い、ありえない額の金銭を要求する不届き者がいるとかいないとか。世間を知らないお嬢様か。絶体絶命のピンチですの。ああ、カタカナ表記が全部ひらがなになるってなる、そういう感じ。いやいや、その怪しい人じゃなくて、シャーレの先生。シャーレ知ってる？あ、知ってた、よかった。ですが先生のおかげで困っている方を助けられましたの。このご恩をどうすればお返し。そうだな、お決めました。おー、ありがたい案内。え、でもなんかバレたらまずいって言ってなかった？まあいいか、用事。確かに忘れてた。ああ、まあ、こうしてゆかりに百鬼夜行の案内をしてもらうことになった。百鬼夜行は観光業が盛んな自治区で、まあ、改めておさらいも兼ねてって感じかな。ここで一番人気の公園は、うん、お、楽しそうに前を歩くゆかりに手を引かれ、再びお祭り会場へ戻ってきた。おー、ここでこの一枚絵か。うんうんうん、バイト。ああ、まあ、安全第一。そうだね。この資材はどこに置けば、早く場所を開けないといけなくて。やってるね。あ、かわいい。かわいい。この渋い感じのお犬様かわいいよね。いや、猫もかわいいんだけど。公演参加者の最終確認が終わらない。おい、そこ、ぼさっとしてないで働け。おい、みんな、これを食べたら続きにするぞ。なんだかすごく忙しそうだね。近々お祭りが開かれる予定でして、すごい華やかだ。あ、でもいつものお祭りとは雰囲気が違うような。あれ、この BGM 初めてか、今更。そこに気づくだなんて見る目がありますのね。それもそのはず、今回のお祭りは20年前に廃止された百鬼夜行灯籠祭を復活させたもの。とっても特別なもの。そうなんだ、灯籠祭。綺麗だな。これは学院に伝わる伝承なのですか。昔々、百鬼夜行学院は紛争の時代を乗り越えると百鬼夜行連合学院に名を変え生まれ変わりました。しかし争いが終わったとはいえ、すぐに傷が癒えるはずもなく、そこで人々の不安を解消するべく、当時の百鬼夜行で中心となっていた方が提案したのがこの百鬼夜行灯籠祭。過去の傷を灯籠に乗せ、これからの未来を願う。こうして、そして皆の心を通じ合わせるんだと聞きました。でも20年前に廃止ってどうして。それは、当時の詳しい状況までは身共を聞いておらず、そこまでは隠してるのか本当に知らないのか。誰だ。ああ、お祭りに。そんな些細なこと重要でありませんよ。廃止のこと。君らはお手伝い参加、それとも早く来ちゃっただけの観光客かな。まあどちらでも構わんが、この光景はなかなかのもんだろう。そうだね、本当に。はい、そう思います。20年前に何があったのか知りませんが、こうしてお祭り復活するのは喜ばしいことです。君たちでも知らないの？ああ、そうだな。なんたって百鬼夜行はお祭りの学園だからな。何せあんな出来事がありましたから、自然とみんな力が入ると言いますか。あんな、あ、最終章のことかな？おかげで忙しくて目が回りそうで、まさに猫の手も借りていたこのことだな。
猫だったらその辺にいそうだけど。特にお祭り委員長が人力してくださいましてね、元気いっぱいで本当にすごいお方です。あ、静出ないか。お祭り運営委員長静子か。しかも今回のお祭りはあの巫女様が儀式を披露すると聞いた。巫女？知性のこと？違うか。今回の百鬼夜行灯籠祭の目玉として、そうなんだ。皆様がそれだけ思い入れを持っているのは分かっておりますか。でも御霊は百花繚乱に。お嬢様、ここにおりましたか。解散令の話を聞いた途端屋敷を飛び出されたと伺って心配しておりました。お、ん、新キャラかこれは。もう見つかってしまうなんて。お、本日はお力添えいただき誠に感謝いたします。このご恩御霊は一生忘れ。あ、新キャラではあるけど、なるほど、そっか。うん、御霊の気持ちをお伝えするには時間が足りませんわね。名残惜しいですが御霊はこれにて。逃げた。大変だな使用人も。どうしようか。嵐のような子だったな。まあニアのところに行ってみるか。うん。第4話陰陽部にて。ここも久しぶりだね。いやいやいや、こうしてまたお会いできて嬉しいです。にゃは、うん、あ、カホー知性、かわいい。久しぶりだね。そうですね、あの日から随分と時が流れましたから。かすみゆく先生の顔思い出す。あ、俺忘れられそうだったのもしかして。そうなんだ。ははははま、知性らしいか。ああ、いいよ黙ってて。知性が言うと冗談に聞こえないな。冗談だよね。ああ、流された。百鬼夜行もあれから慌ただしい毎日でして、インフラの復旧、学生寮再建のための緊急予算策定など、いずれもまだ作業が終わっておりません。そうだね、忙しそうだね。せっかく先生がいらしてるんだからもっと楽に。先生がいるから逆に。最近は復旧作業以外の話題だってあるでしょう。例えば今度開催されるお祭りのこととか。まあまあそうね、それなら来るときに見てきた。確か静子が準備してるとかね。おっしゃる通り、静子さん本当に頑張ってくれてるんですよ。静子相当すごいよな、こう考えてみると。静子さんはお祭りのためなら後先考えず突っ走るので、本当に見ていて飽きなではなく、とっても素晴らしいと思っています。そうだね。静子さんは以前からずっと百鬼夜行灯籠祭を復活させたかったようですし、まあ私たちとしてもそれは都合がいいと言いますか。そうなの？どういう意味？静子さんが復活させようとしている灯籠祭は今この状況にぴったり。復旧作業に明け暮れていた百鬼夜行が再び活気を取り戻すには絶好の機会と言い換えましょうか。本当にそれだけ？ニア様の言葉は少々直接的ではありますが、百鬼夜行全体が活気を失ってしまっているのは事実で、何かきっかけが必要というのは誰しもが感じております。今回のお祭りがきっかけでもっと盛り上がったらとか、皆さんの笑顔を取り戻したいなとか思いまして、
静子さんは本当にいいきっかけを作ってくれたなと。最近は千世も新しい公演のために夜な夜な練習してるもんね。うん、素晴らしい。ああ、かわいい。黙ってろ。はいはい。それに合わせて業務量も増えているので、ニア様にもこれまで以上に尽力していただきたいと思っております。おお、ちゃんと働く？そんな恐ろしいことを言うだなんて、顔ったらひどいな、しくしく。ニア様、今回だけは逃げないでくださいね。本当に、本当に困りますから。確かにね。あ、何のことやら。ともかく、せっかくなので先生にもお祭りを楽しんでいただけたらなと。ああ、静子にもね。うん。ん？どうした先生？どうかされました？ああ、そっち？お伝えした例の件、知性にゃんを撫でていかれますか？いいんですか？にゃー、マジで可愛い。それだけで済むならいいんだけど。それは、知性を撫でるだけじゃ済まないってことか、先生。まあ、そうじゃないよな。個人的な話？可愛い生徒にそんな疑いの眼差しを。先生からの信頼を得ようとこんなに努力しているのに、もしかして私印象が悪いのでしょうか。いやまあ悪いとかじゃないんだけどね。ちょっとお耳に入れておきたいお話はあるんですが。まあ何ですか。これもしかしてナグサが返したものってこれだったりする。いや違うか。カホはただのいたずらだろうとは言ってたんですが、先生には一応伝えておくべきだと思いまして。何かこれね、菓子折り的なものかなと思ったけど、そういうものではなさそうってことか。そうなんだ。これ手紙？何日か前、陰陽部に届いたもの。差出人は課長風月部。初めて聞く。なんとこれ、かの伝説の階段に存在する部活、つまり時代を超えて送られてきた手紙というわけです。ちょっと要領得ないね、今のところ。どういうこと？課長風月部とは、百鬼夜行でも一部の者が噂として存在を口にする部活。いわば都市伝説の一種であり、ゴシップ的な存在。いえ、もう少しそれっぽい言い方をすれば。やだ、かっこいい。階段。百も、PV にも書いてあったな、百物語。いい顔してるね。彼らは百鬼夜行の連合の今の形態を認めない極悪非道の部活だとか、怪象を操り人々を惑わす魑魅魍魎と呼ばれたり呼ばれなかったり。そのような部活から私たち陰陽部宛に脅迫状なるものが届いた。説明からしてなんか怖そうな感じだけど、手紙の内容は？そなたらに告げる。我々の風流は変わってなどいない。風情は大勢で味わうべきもの。お楽しみが始まり、空に咲いた大輪の花を見上げたその時に、もう一度そなたらのもとを訪ねよう。警告文。警告、まあ、脅迫ではないか。特に大げさに対策してもないとは思うけど、大きなイベントごとの時はよくあることだから。
まあ津田間一座とかもいるぐらいだしね、やりそうだけどね、その辺が。うん、連邦政党会の名においてお祭りを中止するだったり、これがシャーレに変わったり、お祭りの時に須田町さんにクーポンをもっと配れなど。はい。最後のやつはなんだ。主に権威の味を知ってしまった須田町さんからのいたずら電話、いえ手紙みたいなものが多いです。やっぱりそこら辺か。まあこれじゃあ忙しいのも確かに当然だよね。もちろんこれはあくまで百鬼夜行の内部事情、シャレの先生に泣き言を漏らすほどではない。まあいつもあるような感じってことか。ただそれでも課長風月部っていうのはやっぱ引っかかるって話なのかな。そうなの。まあいいよ別にね、今さら。お言葉はありがたいのですが、こういう場合は百花繚乱が対処すると相場が決まっておりまして、その百花繚乱はどこに。ただご存知のように百花繚乱は院長と副院長が行方をくらましてから活動がほぼ停止している状態。そしてつい昨日、百花繚乱から正式にか解散令が出された。その解散令っていうのはね、ちょっと気になるけど。そうか、ゆかりは違うって言ってるか。百花繚乱が解散するっていうのは本当なの。院長もその代理も姿を消した以上、委員会の維持は難しいと。きっともう維持する必要はないと判断したのやもしれません。解散令が出された以上、御名部としても手続きを進めることになるでしょう。ってなると本当に御名部がトップに出てくる感じになるけど、なんてたまには愚痴ってみたり、いや須田町田が気づくのも時間の問題かな、なんて。そんなわけでたくさん問題がありまして、どうか先生に百花繚乱の空席を埋めていただけたらと。私が。もちろんお祭りを楽しんでほしいのも本心ではありますが、正直者だね。しかしこんなわがまま言ってばかりでは自分勝手だと思われても仕方ないとは思っております。状況が状況なだけに打てる手は打っておきたいと言いますか、正直手間ではなく部長としての責務を果たすべく尽力したいと言いますか。そのためでしたら先生に本心を打ち明けるも厭いませんよ。まだ何かあるんだね。にやらしくていいと思うよ。ニアとの付き合いも結構長いよね。陰謀を企んでばかりの私にがっかりしたという意味ですか。口ではそう言うけど、みんなのことを考えてるあたりがニアらしいなと思って。二つの顔。二つ？三つ？そういう意味じゃなくて？まあ私が申し上げることではないかもしれませんが、こうやって人のわがままを聞いてばかりでは、どこかで大変な目に遭ってしまいますよ。まだ隠し事がある可能性も否定できないわけですから。さすがの私も少しばかり心配と言いますか、心に留めておくけど、ニアの力にはなりたいかな、先生。なるほどね。もちろん喜ばしくはありますが、まあまあそうね。お、今日のお稽古見せてあげる。やったぜ。座ってろ。こんなに近くから見られるなんて。本日は先生から返事もいただけたことだし、あとは、お、お待ちくださいまし。ゆかり？ここに顔出して大丈夫？お話聞かせてもらいましたの。おお、身どもの名はゆかり。ここで、ちょっとお腹が見えてる。いいですね。
このヘイローがさ、アホ毛にちょっと見えたのは、まあまあ置いとこうか。もう BGM がアホっぽい。誇り高き百花繚乱紛争調停委員会の1年生であり、最強のエリートです。いい BGM だ。いいな。本名部の部長に折り入ってご相談があり、ここに参った次第ですわ。はて。自称エリート少女登場。もう BGM が。どこかで聞き覚えがあるような。おお、やっぱそうなんだ。自称エリート。あ、カデノコウジ家の。さすがニアだね。君はさっきの。どうも。どうしてこちらに。まあまあいろいろとね。お、ミドも気がついてしまいました。あの、運命の出会いとかそういうこと。先ほどミドモを助けてくださったのは、この展開を見越して。先輩がおっしゃっていた、俺だよ、俺の手口です。あ、そっち。まさかそのようなことをなさるだなんて、ミドモはショックです。やっぱりカタカナ表記がひらがなになってるんだ。ん、私の知らない間にお二人は何やら複雑なご関係に。複雑なご関係。いや、その誤解というか。あ、それで百花繚乱のゆかりさんが陰陽部にどんなご用で。ミドもあの噂を聞きまして。百花繚乱紛争調停委員会の副委員長。いえ、委員長代理のなぐさ先輩が姿を現したと。はいはいはい。あ、そういう立ち位置。おや、ちなみにその話はどちらで。あ、この感じは本当なんだ。まあ、プロローグでも出てたしね。あ、そっちか。空が赤く染まったあの日、ミドモたち百花繚乱は陰陽部が事態を収拾すべく裏で動いてたという情報を入手しました。どこでそれを。その時君たちは何をしてたんだろう。百花繚乱であれば情報収集はたやすいでしょう。彼女たちは独自の情報網を持ってますから。独自の情報網。へえ。私たちも百花繚乱をマークしてるから、当然あちらも同じ。おお、はあ、行っちゃった。それによれば、陰陽部は北部の大雪原にエージェントを派遣したのだとか。忍術研究部ね。百鬼夜行で数々の事件を解決してきた陰陽部直属のエージェント部隊。あれ、そういう扱い？なんか、まあ、忍者っぽいか。特殊忍者隊、伝説の、なんか、話がでかくなってるけど。よかったじゃん。動画のネタができたじゃん。なんか、話が大きくなってるけど、どういうこと？任務の詳細まではつかめておりませんが、一つ分かっているのは、なぐさが返したあれっていうのは、クズの葉の、いや、あれは違うか。関係ないか。派遣された部隊が大雪原で百花繚乱のどなたかと会ったこと。百花繚乱の調査能力にびっくりしたでしょ。混乱を招かないようにと、情報の管理は徹底したのですが、そこまで知られているとは、なかなか優秀なようですね。にゃ、楽しんでるな。ええ、そうでしょうとも。桔梗先輩の情報収集能力にかなうものなどありませんの。桔梗2年生、作戦参謀の桐生桔梗さん。桐生。今のはなしですの。かわいいな。まあ、あえて隠す必要もありませんし、そうですね、事実。
まあまあカホ、もう過ぎたことだし、百花繚乱のことなら、百花繚乱なら本当のことを知ってもいいでしょう。まあそうなんだ。私たちは百花繚乱紛争調停委員会の副委員長五稜渚さんと接触しました。それならむしろ話は早い。身ども陰陽無にお願いがありますの。おや、渚に帰ってくるよう説得してほしいとか。違う。身どもが百花繚乱の委員長になれるよう、百花繚乱継承戦の承認となってくださいまし。あ、知性。さすがのニアもこれにはびっくりか。すごい顔だな、相変わらず。お、百花繚乱継承戦とは。百花繚乱、それは紛争を調停する役割を担い、百鬼夜行の中でもえりすぐりの者だけが入れる由緒正しい委員会。なるほど、これ奇境か。目玉っぽいヘイロー。じゃ、これはレンゲ先輩だっけ。いや、そういう名前だっけ。ちょっと待って。まあまあ、当然上に立つ者には相応の能力がなくてはならない。そこで肩書きに見合わない者が上にいると幹部クラスが判断した場合、すごいな。委員会のメンバーであれば誰でも継承戦を申し込んでその座を奪うことができる。それが百花繚乱継承戦である。お、やった。百花繚乱ってそんな下克上制度あるんだ。やりたいことは分かりましたが、どうして継承戦を。身どもの口からこれを申し上げるのは大変心苦しいのですが、現在の百花繚乱は誰の目から見ても委員会とは呼べない状態にあります。その原因は本来であれば百花繚乱中心に立つべき渚先輩が、委員長代理の渚先輩が席を空けたがゆえ、委員長の不在ゆえなのです。代理が渚であるから本当の委員長は本当にどこにいるんだろう。百花繚乱の解散令を耳にし、お風呂でどうすればいいのかと考えた時に、あ、そうなんだ。そう、キラッとひらめいてしまったのです。その昔噂で聞いていた継承戦のことを。そんなに行われるわけじゃないんだね、さすがに。ああ、継承戦は百花繚乱の共犯に乗っているものの、そう何度も行われるものではないため知ってるんだ。入学したばかりのゆかりさんが今まで目にしてこなかったのも不思議ではありません。でありますゆえ、今の状況を覆す突破口になるかもしれない方法を知った以上、身どもは決心したのです。百花繚乱のエリートであり期待の超新星であるゆかりが、いいね、継承戦で渚先輩を倒し委員長の座を見事引き継いでみせます。渚は本当に何を考えてるんだろう。そうすれば全ては丸く収まるはず。ゆえにどうか身どもにお力を貸してほしいのです。このせいで何かごたごたが起きるんだろうな、やっぱり。でも、渚は委員長代理なんだよね。百花繚乱の現委員長は七角あやめ。みちるが言うには、あれだよね、かなり陽キャらしい話らしいけど、違ったっけ。あくまで副委員長に過ぎない。副委員長。それとも渚さんに継承戦を申し込む理由をお聞きしても。あやみ院長は随分と前に百花繚乱離れました。どのくらい前から。
おお、10ヶ月ほど前。あやみん長は百花繚乱に代々受け継がれている証を名草先輩に継承しました。それっきり姿をくらました。証、本来なら証を受け取った名草先輩が院長の座をつくところですが、なぜか名草さんは拒否し代理に落ち着いたと。何か理由でも？何も存ぜぬ。あやみん長とはあまり話す機会がなかったのですが、あの方が決めたことに1年生の身どもたちが何か口を出すことはできません。なるほどね。あやめ先輩の決断を蓮華先輩や企業先輩は受け入れました。ただ名草先輩は最後まで受け入れず、あやめ先輩が院長でなければダメだと。これはクソデカ感情がありそうだ。いや、そんな簡単な話か。いや、簡単な話じゃない。そうじゃない。そして院長はどこかへと行方をくらませ、名草先輩だけか。今オタクの悪いところが出てしまったな。こんな暗い話はおしまい。おお。大事なのは未来、フォーチュー、フューチャーだった。今のは運命か。間違えた。すべてはこの超天才エリートのゆかりが院長になれば解決です。これより百花繚乱のゆかり伝説が幕を開けるのです。と言いたいところですが、残念ながら継承戦は身どもの意思だけではできません。継承戦には何か特別な条件が？誰でも自由に継承戦ができるのなら、みんなこぞって立候補するでしょう。ある程度のルールは必要です。継承戦を行うには最低でも2名以上の承認を得なくてはなりません。継承戦の判断が公平であることを示すために百花繚乱所属の幹部が1人と、百花繚乱以外の立ち会い人が1人。公平性を担保するためのルール。これでまた先生が関わってくるのかな。もう継承戦は代々陰陽部が立ち会って、ああそうなんだ。一応百鬼夜行の中では一目置かれる立場でして、とはいえ現在の百花繚乱は解散令が出ている状態。このタイミングで継承戦を行うのは、間違ってる。解散することが、それともだって桔梗先輩も蓮華先輩もそれに他の皆様も、百花繚乱を愛する人がいる限り解散令なんてありえませんわ。解散令、つまり解散令なんてありえないから継承戦は問題なくできると。オフコース。いいキャラしてるな。お、であれば一つ確認しても。なんだ。ゆかりさんはご存知の通り、現在の百花繚乱は機能しておりません。これは純然たる事実。そんな中、継承戦を行えば、外部からは百花繚乱の混乱に乗じて院長の座に就いたと思われる可能性があります。その上、陰陽部の手も借りるとなると、確かにそうか。ニアとしてあんまり手伝えないな、これは。要は私たちに反乱の片棒を担がせようとしていることになるわけですが、やっぱニアって頭いいんだな。その認識は終わりですか。なるほどね。ごめん、俺もそこまで考え及んでなかったな。そっか、でもそういう考えが出てくるというのは確かにそうだね。実際もここでニアがそういうふうに考えているわけだから。それでも三友は理解した上で力を借りたいということは、金の小味家の者としてのお願いで、でかくなってきたよあんた。大丈夫これ。あ、こればっかりはどうだ。おー、違う。これは
ただのゆかり、みども個人としてのお願い。なるほど。なんだその顔は。やっぱりニアがまだ読み切れないな。しかし周りからそのように見られる可能性があるのなら、オウム呼ぶが困ってしまうのなら、みどもはなんて、普段であれば危ない橋は渡れませんねと断ったと思いますが、にゃははゆかりさん幸運です。あ、ちょっと待って、俺か、俺なのか、またひ、ちょうどここにあなたの悩みを見て見ぬふりなどできないお方がいらっしゃいまして。なるほどね。ちょ、丸投げか。困ったな。やるしかないじゃないか、でも。間違ってはないんだけど、ねえ。どういう意味、運命共同体ってことよ。じゃあ、例の先生が立ち会うのであれば、少なくとも政治的な問題は避けられるということ。それはまあ、百花繚乱内では、百花繚乱っていうか、百鬼夜行内ではそうか。これ以上、私たちの自由で先生にご迷惑をおかけするのは、先生なら生徒のお願いを断るはずないですし、ね。ゆかりが困っているなら、それくらいお安いご用で。それは良かったです。シャーレの名は全てのバランスをひっくり返せるほどの力がありますから。では立ち会いにはシャーレの先生にお願いするとして、まあシャーレに突っかかる人はいないと思いますが、いやー、あ、万が一に備えて私も立ち会い人を。ニア、いいの？それで。そうか。お心遣いに感。ただしね。これはシャーレの存在があってこその特例であること。夢忘れなく。あくまでじゃあシャーレの下に陰陽部がいるというか、表立ってはやっぱりシャーレってことか。まあそりゃそうだよね。まあやるしかないね、そりゃ。それでは手続きを進めますので、ゆかりさんはこちらへ。ちせちゃんもこちらに？なんで？おー、そっか。知性をなでなではまた今度か。残念だ。絶妙なタイミング。よかったよかった。また、ニアのいい感じにやられてる気もするけど、こうなると分かっていたから、私を呼んだの？やっぱり？分かんない。やっぱりニアは分かんない。でもそれがいい。たまたま偶然が重なったと言いますか、タイミングの問題と言いますか。利害が一致しているのなら手を取らない理由はないでしょう。あとはまあ単純に面白いんじゃないかなと。まあそこはありそうだね。あー、それに百花繚乱に近づけばクズナを知るいい機会になるかなと思いまして。それも見破られてんのか。ニアは初めからそこまで読んでた？分かんないな。少なくとも一方的に迷惑をかけ続ける状態から脱却できそうかなと。なるほどね。ここで百花繚乱と関係を持てたというか、クズの葉に近づける理由ができたっていうところで、ニアとしては良しとするわけか。わかりました。いいでしょう。もらってばかりの関係ですとやりづらいですし。ありがとう。まあやらせてもらおうかな。ね。あらら、それはこちらのセリフ。まったくもう。あら。なんか改めてお願いされると、
頑張ろうと気持ちになるね。 OK。